マイクロフィッシュマイクロフィルムは一般に書籍や新聞及び設計図面などの保存に使用する写真フィルムである。マイクロフィルムは歴史的な文献など重要な書籍、図面、あるいは新聞の原版を汚れ、破損などから予防する目的、また図書館、資料館の限られたスペースでは巨大な資料を効率的に保管する目的で用いられる。図書館、 資料館では閲覧コーナーに投影機が備えられているケースが多い。資料を写真で撮影してサイズをコンパクトにして保存、閲覧するという考え方は写真の発明当初より存在しており、1839年に資料の161の比率の写真を撮影したダゲレオタイプ技師のジョン・ベンジャミン・ダンサーがマイクロフィルムの発明家とされる。その後、 イーストマンコダック社が1928年よりマイクロフィルム部門を立ち上げ、アメリカ議会図書館や大英図書館で採用されるようになった1930年代頃から一般化した。イーストマンコダックは1935年よりニューヨークタイムズの祝札版を発行している。日本では富士フィルムが1958年よりマイクロフィルムを製造している。 ロールタイプのマイクロフィルムマイクロフィルムにはロールタイプのフィルムとシートタイプのフィルムがある。ロールタイプは幅 16mm と 35mm が一般的である。マイクロフィッシュマイクロフィッシュは文章を縮舎してフィルムに焼き付ける方法により情報を記録する。肉眼で直接読み取ることのできない微細さに縮小された画像がはがき程度の大きさの白膜シートに 数十枚から数百枚の単位で並べて配置される。その中には別名、コムフィッシュ、コムフィッシュとも呼ばれる情報保存媒体として使用されるシート状の白膜フィルムもあり、これはコンピュータ出力マイクロフィルムのマイクロフィッシュ、計算機出力マイクロフィッシュ。コムフィッシュに記録された情報の読み出しには専用の装置が必要となる。コムフィッシュは 民生品としては普及していないが、通常の文章を保存するよりははるかに小スペースである点、長期保存にも適するとされている点などから、図書館や金融機関の顧客内容を元帳、相関上元帳、定期預金元帳、普通預金元帳等で記録媒体として利用される場合がある。アパチュアカードアパチュアカードパンチカードに、 フィルム貼り付け用の窓が開いているアパチュアカードと呼ばれるタイプもある。アパチュアカードはカードに情報を書き込んだり、パンチによって情報を付加することができるため、製造業の設計図面の保管管理に適しているほか、幅広い分野で使用されている。マイクロフィルムを作成する際には、原版となる資料を特殊な写真撮影機材を使って、原版の1、5から1、 42縮小して焼き移す。閲覧する際には、マイクロフィルムリーダーと呼ばれる専用の投影機を用い、必要な場合は、原版と同じサイズで印刷をすることができる。マイクロフィルムは100年を超える、対応年数があるとされる。社団法人ビジネス機械、情報システム産業協会、DMS 部会では、方式にもよるが、100年から500年を超える寿命があるとしている。 コダックでは期待寿命を約500年としている。ただし、かつてのセルロースアセテートを逆そのため、1993年以降は劣化しにくい、ポリエステルを原料として製造されている。国際規格では、適切な保存条件のもとでの期待されるマイクロフィルムの寿命は、セルロースエステルベースで100年、ポリエステルベースで500年とされている。近年は、 マイクロフィルムに代わってパソコンで閲覧することを目的とした CD ロムや DVD の縮冊版が市販されている例もある。しかし実機メディアや工学メディアの場合、新たな企画が次々に登場する結果、過去のメディアを閲覧するためのハードウェアの入手や利用が困難になるという問題が指摘されている。一方のマイクロフィルムリーダーは個人所有は一般的ではないが、 改ざんが困難で耐久性が高く閲覧用機器の陳腐化の恐れもないため、重要な情報を安定的に保存する手段として一定の需要を保っている。ありがとうございます。